持ってラリアット。ありがとうございますね、協力してもらってすいませんね、なんかね、はい、はい、というわけで、はい、YouTube です。はい、はい、今回はですね、12月に行われるアカペラドラフト会議をシミュレーションしてみようという企画です。ここで出た問題点とかを洗ってちょっと正式なルールを作っていきたいなと考えております。はい、アカペラドラフト会議。3人のイベンターが偶然同じ時間帯に300人収容のライブハウスをレンタル。バンドへの出演交渉権をかけてドラフト会議を行うこととなった。今回のルールはこちら。アンコール転換込み2時間半のライブ。バンドは最大8バンドまで指名可能。バンドの時間枠は自由。最後のライブから2年以上経ったバンドは指名できない。メンバーかぶりは競合とみなし抽選。これはバンドではなくメンバーでの競合のため、ご飯とクォーターパウンダーでも競合となる。他のイベンターが指名したバンドのメンバーが所属するバンドは指名できない。例えば肖像がクォーターパウンダーを指名した場合、北斗は菅版を指名することができなくなる。各イベンターは指名終了後、簡単なタイムスケジュールを作成します。これは12月のアカペラドラフト会議をスムーズに行うためのシミュレーションです。今回はシミュレーションのため、仮ルールが機能するかどうかのチェックです。そのため個人の趣味主観での指名となります。順位は格付けではありません。あらかじめご了承ください。12月のハモラリ本番では、イベンター指名の意図やライブを作る上での考え方を知る場としてドラフト会議を行います。やっぱ1位はね、やっぱあそこですよね。俺はもう決まってるよ。ああ、俺も決まってる。だから俺やっぱこのバンドなかったら俺は始まらないと思うんだよね。なるほど、いいと思いますよ。それやっぱそういうバンドを。はい、はい、それ3人の指名が出揃ったみたいですので、はい、指名の方にじゃあ移りたいと思います。お願いします。そのために中村さんを呼んでおります。どうも、中村です。アリナ、第1回選択希望バンド、瀬戸内ジャクソン、インカレ。肖像、第1回選択希望バンド、グラコロン、ガーナガー。おお。北斗、第1回選択希望バンド、瀬戸内ジャクソン。おお。というわけで瀬戸内ジャクソンが競合いたしましたので、抽選に移りたいと思います。かぶりますね。というわけで抽選に移ります。はいはい、当日はちょっと箱かなんかに紙を入れるんですけど、ちょっと今日は準備がないので、ちょっと紙をこう2枚あるんで、そっちから見て左か右かでちょっとじゃんけんしてもらって、買った方に先選んでもらおうかな。はい、最初グじゃんけんぽい。どっち？右で。右で。はい。こっちでいいですか？じゃあ北斗こっちで。はい。ああ、緊張しますね。じゃあどうだろうね。開いてください。あっと、どう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 。お、ということは。あ、来た。おお。アリナちゃん取った。取った。シックスセンス。じゃあちょっと簡単に1位の指名を皆さん、ちょっとどんな意図かを書いて、北斗。いや、まあ瀬戸内ジャクソン取りたかったんですけど、やっぱ同期やってるから。あ、そうか。いや、まあだから僕結構愛着で選んでいくつもりなんですけど、好きなバンドを選んでいきます。おお。やっぱ僕のライバルって言ったらね、ドラコンって。確かに。ただそれやっぱ早めにね、やっぱドラコン勝ってしまうのでね、対決とかもあるかもしれないし、対決したいんだ。まあそういう構想もね、見え隠れしてますよね、今のところね。アリナは、私も好きなバンドを選びました。おお。じゃあそれで瀬戸内ジャクソンということで、じゃあ2位の方。アリナ、第2回選択希望バンド、スカイ。うわうわ、最悪最悪。うわうわうわ、すげえ。肖像、マジか。第2回選択希望バンド、バカばっかり、ソングチェック。北斗、第2回選択希望バンド、オシャンティ。
インカレ。なるほど、固めてくんのか。というわけで、競合なしですかね、これは。競合なしですね。ちょうどバカばっかり行きましたね。いやだって僕基本アカペラ嫌いじゃないですか、うん、この中においてまあ数少ない、あ、この人たち好きっていう感じですか。ああ、そうですね。北斗が使いを取られて、ありがとうございます。こういうことがあるんだよな、ドラフトな。ああ、ドラフトが俺の体が拍手になりました。さっき普通にしましたもん。アリナスカイは先輩ですね。先輩で一番尊敬しているので。アリナ第3回選択希望バンド、ジャスティン・キーパー。お、なるほど。肖像第3回選択希望バンド、ボスクレイジークレフ。北斗第3回選択希望バンド、インテグラル GP 役。ああ、なるほどね。これも競合なしですかね。競合なしですね。1回取られちゃったから。ああ、なるほどなるほど。ちなみに今ちょっとここにボスのタイガ君来てます。やりました。指名の喜びを言葉にちょっと。いや、川崎さんやりましたよ。川崎さんやりましたよ。どうしよう、選考理由言いづらい。あれ。選考理由何なんですか。え、ついでです。おい、ボスはなんか結構大変してるんですよね、個人的に、ね、ますね。だからなんかあの熱い歌も歌うし、あ、まあ、いいかなとか。まあでもグラコロンもついでかな。適当だな、こいつ。アリナ、ジャスティン・ヒーハー。なんかネタ前1個入れたいなと思って。あ、バカマお、取られちゃったし。なんとこ関西勢なんだよ。北斗めっちゃ頭抱えてる。いや、指名しようと思っても次々は。でもインテグラル取れましたね。インテグラルでかいよね。インテグラルでかいっす。でかいね。でかいっす。海賊の手に入れる。海賊の手に入れる。でかいね。これ指名すれば絶対出てくれるみたいになってるの。一応これ交渉権獲得っていう定義なんで。背徳ちょうど欲しかったけど、もう取れなくなったって。そっか、じゃあどこで拓王くんゲットすりゃいいんだ。なんで拓王推しなんだよ。あああああ、そこ、あそこか。1500円 for one drink。 学生なんであれ、そんな感じだ。ない。おい、知らない。ここに来て競合しました。